はい、どうも皆さんこんばんは。リーダー06メントスコーラと名乗るものでございます。今回もねマッスルショットの動画となっております。今回はね私が、お話ししていく感じの動画となっております。今回お話しする内容なんですけども、マッスルショットというねスマホアプリの、このアプリですね、魅力を皆さんにね伝えたくて動画を撮らせていただきました。まずね、マッスルショットがどのようなゲームかと言いますと、ジャンプ漫画でね有名な筋肉マンに出てくるキャラを使いまして、まあ、弾いて敵を倒していくというゲームとなっております。私のチャンネル登録をしてくれている423名の方は主に野球の動画で、してくれた人っていうのが、まあ、大半だと思うんですけども、まあ、昔ね筋肉マンを見たことあるよという人はね、知っているっていう人ね、騙されたと思ってぜひねやってみてください。本当に面白くてね、さらに筋肉マンのことがね、好きになるかなというのは思います。ちなみにね今年筋肉マンは40周年を迎えまして、原作もね今でもまだ続いておりますので、まあ、知らない人の方が多いと思うんですけども、原作の方もね、ぜひ見てください。私がね今マッスルショットをおすすめする5つの理由ということを、まあ、発表していきたいなというのは思っております。それではね皆様よろしくお願いします。はい、1つ目の理由からね発表していきたいなと思います。今ねこのゲームものすごくガチャがね、充実しております。毎日私が違う動画でも上げてるんですけども、毎日ね11連ガチャを無料で1回引くことができます。他にもね44連無料ガチャが引くことができまして、まあそれがね金が確定で4体当たります。そのこのゲームにおいてガチャで当たるのは、ほぼまあこういうレアガチャ的なものでしたら、まあ、金と銀がほとんどなんですけども、金がね、星5が最高ですので、最高レア度のキャラを確定で4回当たるというわけです。本当にねガチャ動画は、まあ概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひね、そちらでも、確認の方をしていただければありがたいかなというふうに思います。本当にね始めたばっかりの人って星5をなかなか、手に入ることが難しいかなというのを思うので、本当に確定でね5体当たるというのは本当に、即戦力でいいかなというのは思っております。それで、ね、本当にガチャが効けるので、おすすめかなというのは思います。それが、1つ目です。はい、続いて2つ目の、理由を発表していきたいなと思います。このゲームね、もちろんどのゲームでもそうなんですけども、まあ、スタミナというものがあるんです。左上85147と書いてありますように、スタミナというゲームがこのゲームにもあります。イベントバトルや、ストーリーなどを言ってもらいますと、まあ、私2世でもクリアしてないんですけども、こういう風にね、消費スタミナ3というのが書いてあるんですけども、本来はこれ6なんですよね。 なぜ、6なのかと言いますと、これイベントバトルも、言っていただけると、消費スタミナが20でいくことができます。これ本来は猛襲は40かかりますので、消費スタミナが今2分の1が来てるんですね。始めた人の、消費スタミナがね2分の1、本来の2分の1しか消費しないので、始めたばかりの人ならほぼスタミナを気にすることなく無限で遊べるかなというのは思います。しかもねこれ147という緑の、字で書いてありますように、このゲームスタミナがオーバーしますので、まあ無限にスタミナが溜まっていくんですよね。ランクが上がるごとに。あるので、最初はね、本当にね、スタミナを一切気にすることなくね、気にする必要なく、まあ、無限にね、遊べるかなというのは思っております。そこもね、二つ目の私が、おすすめするポイントとなっております。はい、三つ目なんですけども、特訓成功率。これですね、特訓のところ上に書いてある、大成功、超成功、発生率がアップ中ということと、売却率アップが来ているということですね。これは本当になかなか来ないので、今のうちに、持ってる超人を育成した方がいいかなというのは思います。始めたばっかりの時ってね、どうしてもお金が、極貧になりやすいんですよね。この岩尾というキャラを売れば、この岩尾というキャラを売れば、まあ、お金になるんですけども、本当に最初の方はどのゲームでもそうなんですけども、本当に極貧になりやすくて、せっかくいい超人を持っていても育成するのに時間がかかると思うので、これが来ている間にね、絶対にね育成した方がいいかなというのは思います。初心者の人にも、おすすめかなというのは思います。こういう風にね今売却率がね2倍になっていますね。特訓成功率もですね、2倍になっておりまして、
2倍になっておりまして、このキャラ、やるんですけども、こんな風にね、やりますと、大成功、超成功がね、あ、今即成功だったんですけども、これは運が悪い例ですね。大成功、超成功というのが、まあ、非常にね、来やすくなっているかなというのは思います。こんな感じですね。ぜひね、皆様、これもお勧めする点かないいと思います。はい、4つ目の理由なんですけども、猛襲、強襲、トレーニングバトルというのが、このゲームあるんですけども、その全てのバトルにおいて、絆プラス99が来ているということですね。その絆システムというのなんですけども、それは絆というのは何ぞかと言いますと、同じ超人を混ぜるほど、上がり、絆が高いほど宝箱、この画面上にありますように、このマックスと書いた宝箱が、落ちやすくなります。その宝箱にはね、そのクエストの対象モンスターであったり、まあ、さっきのね、岩尾であったり、カメハメという、プラスが落ちやすくなっております。こんな風ですね。これいい感じで、こういう感じで落ちます。こういうのが落ちやすくなっております。皆さんね、周回要因に絆要因の超人を、作るんですけども、まあでもね、いきなりね、初心者が絆要因の超人を作れと言われてもね、無理ですよね。でも今ならね、絆要因の超人を持っていなくても、まあ簡単にね、先ほどの通り落ちることができるので、絆99が聞けるのでね、宝箱がね、ほぼ絶対落ちるんですね。あとね、どのゲームでもせっかく難しいクエストをクリアしても、その、対象モンスターが落ちないことっていうのは絶対にね、どのゲームでもあると思うんですよ。このゲームでもまあ落ちないことっていうのはあるんですけども、今ならね、ほぼ絶対と言っていいほど、落ちます。ほんと言ったらもう絶対ほぼ落ちます。だからね、絆99が来ているうちにぜひね、猛襲だの難しいクエストを行った方がいいというのは思います。初心者の人にもね、これ本当におすすめかなというのは思います。これは本当にすごいですね。プラス99が来ているということは。はい。5つ目、最後の理由を発表していきたいなと思います。最後の理由、本当に面白い。ただ、それだけですね。本当にね、今ならね、無料でね、ガチャを引けるので、騙されたと思ってもいいので、ぜひ、一回ね、やってみてください。年々ね、やっている人口がね、少なくなっているというのは感じますので、私もね、一人でもね、人口が増えたらいいなというのは考えておりますのでね、もし、この動画を見てね、始めたよーっていう方がね、もしいればね、ぜひ、コメント欄で教えていただければ、幸いでございます。本当に嬉しいです。最後はね、今、このソルジャーをやっと進化させることができますので、このソルジャーをね、進化させて、この動画は終わっていきたいなというのは思います。いやー、この、ソルジャー進化させるの長かったですね。はい。このソルジャー、進化させることができました。はい。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。他の動画もね、ぜひ見てくれたら、非常にありがたいかなというふうに思います。コメントもね、ぜひ、していって帰ってください。はい。ここまでご視聴の方ありがとうございました。それでは、さようなら。さようなら。